ラウンチーは、デンマーク出身のヘビメタルバンド。スラッシュメタル、インダストリアルメタル、メロディックデスメタル、メタルコアなどの要素を含んだ、フューチャーハイブリッドメタルと呼ばれる、厚く重いエレクトロニックサウンドを特徴としている。1992年にイエスパー・アンドリアス、ティルステッドとイエスパー・クビストと、モルテン・とフタハンセンの3人でスタート。メタリカや、スレイヤー、 一般的なベイエリアシームに影響を受け、大体の曲はそれらをカバーした曲を演奏していた。1994年に、ラーズ・ボンストラップとラーズ・クリステンセンがメンバーに加わる。そして、バンド名をラウンチーと決め、活動を開始する。1995年には、最初のデモ、ボーシシングレコーディングスをオフスでレコーディングする。そのデモ中の曲、スペースストーリーは、 後に、コンピレーション CD、エクストリミティライジングボリューム1に収録された。1996年に、130ものバンドが参加するイベントで2位という快挙を達成する。そのショーの一つに3日間のスタジオ使用権があり、これを2つ目のデモのレコーディングに用いた。そのデモの曲、クラックオブドーンは、後に、リリースされる CD。 エクストリミティライジングボリューム3に収録された。1998年にギグと作曲のためヤコブハンセンのアーベンダースタジオに入るのを決める。その理由は彼のプロダクションはラウンチーのフューチャーなサウンドと完璧にマッチする感じがしたからであるとのことである。3枚目のデモ CD を作成し3度目の登場となるコンピレーション CD エクストリミティライジングにデモ。 リーチが収録され、いくつかメタル音楽雑誌から良い反応を得た。1999年にはデンマークのスタジオ p さんからラジオショー D モクリマンでラウンチーの曲ヒップのタイズドを流すのとインタビューに関する連絡を受ける。ハードな曲にもかかわらず短期間で上位にランクインするのに十分な表となっていた。2000年に入って、 レコード会社マイティミュージックのサブレーベルドラッグと契約する。数ヶ月後、ファーストアルバム、ベルベットノイズをレコーディングするために、ヤコブ・ハンセンのアーベンダースタジオに入った。レコーディング完了後、バンドメンバーはその仕上がり、具合に非常に満足し、ヤコブ・ハンセンは、俺が今までプロデュースした中での最高のベストアルバムだよ。と述べた。2001年に、 ベルベットノイズが北ヨーロッパでリリースされた。このアルバムはいろいろなプレスでもとてもよく受け入れられ、ダウンチーはヘビーメタルの新しい時代を開始する、デンマークで今までで最も良いデビュー、ロサンゼルスから来た最後のハイパーネオメタルバンドは忘れてダウンチーに脱帽して挨拶せよと評された。リリース後、イエッペ・クリステンセンがザ・ホーオンテッド、ウィザリング・サーフェイス、 バーコード、イネキティ、フリークキッチン、ジャークストアのサポートに加わった。2002年になると、世界で最も大きなメタルレーベルニュークリアブラストと、デンマーク発のバンドとして契約した。アルバム、ベルベットノイズは、ヨーロッパ全土でリリースされた。有名なドイツのフェスティバルサマーブリスでも演奏する、機会を得た。そして、今夜、 スリップノットのプロデューサーとして知られるロス・ロビンソンからバンドの未来について議論をするためデンマークへ行きたいと連絡があった。そしてワムのラストクリスマスのカバー曲と新しい曲ディセンバークラーをデンマーク国有ラジオのプロデューサーティュマットセンと、アントファームスタジオでレコーディングする。この2曲はデンマークで大成功しラジオで毎日何度も何度も繰り返し流された。 ラウンチーはラジオスタジオでライブを行い、この様子はデンマークのテレビで放送された。2003年にはベルベットノイズが北アメリカでリリースされ、評価はヨーロッパと同じくらい良かった。同年にはセカンドアルバムコンフュージョンベイを7月から8月にかけてレコーディングした。プロデューサーは再びヤコブ・ハンセンです。2004年初頭。 ボーカルのラーズ・ボンストラップが脱退し、キャスパー・トムセンが新しいメインボーカルとして起用された。2月には、セカンドアルバム、コンフュージョン・ベイがリリースされた。同アルバムは各メディアからいい反応を受けた。アニメ PV、ウォッチアウトはディレクター・アンデルス・モーギン・サラーによって作成され、このビデオはビアプラスや MTV にといったチャンネルで放送された。 デンマーク国有ラジオではコンサートを実施し8月にはメタルフェスティバルバッケンで演奏を行ったこの年はセカンドアルバムに伴うツアーを行った2005年にはサードアルバムデスポップロマンスを7月から8月にかけてレコーディングしたプロデューサーは今までと同様ヤコブ・ハンセンであるデスポップロマンスはキャスパートムセンにとっては アーティストとしてデビューするアルバムでもあった。また、チューマット戦がミキシングを担当し、ジギーはマスタリングを行った。ライフフォースレコードと契約した。コペンハーゲンのデンマークメタルアワードでイントゥームドと、アズウィーファイトと共に出演した。2006年にデスポップロマンスをリリースし、デンマークとドイツのチャートに同アルバムがランクインした。その後、ソウルフライのサポートを、 ドイツで行った。ライプツヒのウィズフルホースフェスティバルでは、インフレームス、クローフィンガー、ザ・ホーンテッド、エバーグリーン・ターランスといった大物バンドと共に1万人ものファンの前でパフォーマンスを行った。また、ヘイト・スフィアとウォルビットと共に、彼らとしては初のヨーロッパ全体のツアーでニッシュダイナマイトツアーを開始し、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、イタリア、 スイス、オーストリアといった国でパフォーマンスを行った。2010年、フィフスアルバム、A Discord Electric をリリース。2013年、リードボーカルがマイクセメスキーに交代し、翌2014年にシックスアルバム、Vices、Virtues、Visions をリリース。2019年4月時点アルバム、ありがとうございます。